さあ今日も新しいドナルド高山モデルが入ってきました。ダミさん紹介お願いします。こんにちは、今日入ったモデルは、DT2 の、ジャパンの石黒聡シェイプになります。長さがですね、9-1 の、22.4/3/2と、8/7 になっています。で、DT2 の中でも割と、短めの、スマートなサイズになってますので、体の小柄、割と、標準的な体重の男性、身長体重の男性から女性でも扱いやすい、乗りやすい、サイズになるように、チューンアップした、DT2 になります。で、ちょっとカラーがですね、すごいおしゃれなんですけども、デッキ側がライトブルーの色巻きをしています。で、ちょっとボトムを見てみると、ボトム側がイエローの色巻きをしてます。で、デッキがライトブルー、ボトムがイエローなんですけれども、デッキ側の、色巻きをボトムのここまで巻いてます。で、デッキ側を見てもらうと、ボトム側のイエローの色巻きをデッキのレールまで巻いてるんですね。なので、デッキのカラーとボトムのカラーがレールのところで、重なり合って、ちょっとまた両ライトブルーとイエローが混ざり合って、またちょっと可愛らしい色になってます。ここの、オーバーラップ巻きっていうんですけれども、両面のカラーを混ぜ重ね合わせて、カラーしてますので、その重ね合った色がまだちょっと綺麗で、3色使ってるように見えるんですけども、2色使ってて、レールの部分が、重ね合った色になってます。で、男性でも女性でも似合う色で仕上げてますので、おしゃれな色ですね。はい、ありがとうございます。大さん、DT2 はどういうシチュエーションで先生は乗ってるんですか？DT2 は本当にオンラウンドなモデルで、はい、膝ももぐらいの波から頭ぐらいまで本当にオンラウンドに対応してくれるモデルなんですね。ノーズライディングをやウォーキングをしてもよし、テールでターンをしてもよし。なので、オールラウンドに乗るロングボードなので、これから、ロングボードを始めて HPT のサーフボードが欲しいなとかいう方に、1本目には一番合うモデルだと思います。なるほど。じゃあ1本で全ての波を乗りたい人はこれが一番おすすめですね。そうですね、これが一番HPT のモデルの中では本当にオールラウンドだと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さんお待ちしてます。お待ちしてます。